食べ物のことをよく知り、おいしく楽しいお食事をして、心も体も元気になろうということです。千葉県では一人一人が千葉県の豊富な食材を上手に取り入れたバランスの良い食生活の実践をしていただくことを目指しています。そのためには家族で食べ物のことについて考えたり、一緒にお料理をして楽しく食べることも大切です。親子でクッキング。なぜ子どもの頃から食べることについて学ぶのが大切か分かりますか？子どもの頃から学ぶことで自分の体に必要なものを感覚的に選べるようになるからです。今回は地元千葉県の食材を選んだメニューをご紹介するので、生産者さんやいつも料理を作ってくれるご家族への感謝の気持ちが育まれたり、地元千葉県についての理解が深まるのではないかと思います。ではこれから千葉県主催親子料理コンテストの入賞作品、応募総数211件の中から選ばれたとっておきのメニューを親子で作ります。一緒に作ろうね。はい。ポイント1、環境を整えましょう。ポイント2、道具を整えましょう。子供用包丁と菜箸の代わりになるトングがあると便利です。ポイント3、適切な声掛けをしましょう。大切なこと、危険なことは事前に伝えるよう心がけましょう。準備は OK。 親子でクッキング。千葉は優しいカラフルおにぎりのレシピはこちらになります。お米やチーズ、バレーショ、人参、レンコンが千葉県産なんですよ。1、米1合を炊いて冷凍枝豆、白ごま、塩を混ぜ合わせます。バレーショ、レンコン、マッシュルームを5ミリ幅の薄切りにし、油を敷いたフライパンで弱めの中火で両面を焼きます。火の通ったものからお皿に移してくださいね。3、具の混ざったご飯を 40g ずつ丸めましょう。それぞれトッピングしていきます。最初のおにぎりはバレーショ、チーズ、マッシュルームの順に乗せていきましょう。次はしらす、レンコンの順に乗せて周りに海苔を巻きます。3つ目は人参、きゅうりをピーラーで削いだものを十字に重ねて、
中心に梅干しをのせれば完成です。豚肉、卵、きのこのネギ塩炒め、千葉の絶対王者落花生をトッピングのレシピはこちらです。豚肉、長ネギ、ぶなしめじ、卵、落花生が千葉県産です。1、落花生の殻を剥いて包丁で砕きます。豚肉は一口大に切って塩コショウで下味をつけます。ちくわと長ネギは斜め切りにしましょう。2、よく熱したフライパンに溶き卵を回し入れて程よく炒めてから取り出します。3、豚肉を焼いてこんがり焼き色がついたら、ぶなしめじとちくわ、長ネギを加えます。4、焼き上がったら炒めた卵を加えて軽く混ぜ、塩コショウ、塩麹で味付けをします。5、お皿に料理を盛ったら、砕いた落花生と乾燥エビをトッピングして出来上がりです。完成。レンコンや落花生などその季節の旬が感じられる素材を使って親子で調理することは、食材により興味を持つことにつながります。いただきます。どれどれ、はい、かわいい。どうですか？おいしい。これおいしい。おいしい。レンコンのシャキシャキ大成功。おにぎりすごい綺麗にできたね。すごい綺麗なおにぎり。どうだった？楽しかった。楽しかった？そうか。いつもマッシュルームね、あんまり食べられないんだけど、パクって食べられてお母さん嬉しかったです。落花生トッピング上手だったね。ね。あんまり落花生お料理で食べられないからすごいいいと思いました。どうだった？食べてみて。美味しかった。美味しかった。
塩と塩麹だけですごい美味しかったよね、うん、長ネギもシャキシャキで美味しかったよね。シンプルなのにすっごい美味しくて、トッピングも工夫されててすごいいいと思いました。大成功だね。それぞれのご家庭でできる範囲から始めてみる、そしてそれが子どもたちにとって当たり前の習慣になってくれたら嬉しいです。千葉の恵みで満点笑顔、千葉の食育。